いつ辞めたんですか、高校サッカーは。高校サッカーもそうですけど、高校自体僕辞めてるんですよ。セミプロは、いくらもらってたんですか、はい、じゃあそれで本場どこかって考えた時に思いついたのはイギリスだったんですよ。ガンを忘れた。やっぱ機械の人になってるな。毎日がチートデイの勇気です。今回のゲストは元サッカー選手の内田学さんです。内田さんお願いします。お願いします。高校は部活でやってたんですか、サッカー選手として。そうですね、高校は部活でやってました。どちらでやられてたんですか。ある静岡の有名なサッカーの学校なんですけど。マジっすか。はい、僕はでもちょっとそこは長く続かなかったので、うん、え、三浦和さんがいたとこ。そうです。マジっすか。静岡学院です。へえ、はい、その茨城から寮かなんかに入って、はい、一人暮らしをします。へえ、はい、ガチじゃないですか。じゃあガチでした。めちゃくちゃガチでした。え、じゃあ中学で強いチームにいて。いや全然違います。お声かかってとかじゃなくて。違います。もう完全に一般受験。一般受験で僕も行きたくて、あ、静岡まで受験しに行って、で合格いただいて、それで。そういうの重要だと思いますけどね。はい、熱かったです。実際一軍上がれました。いや無理です。上がれないです。もう部員も当時150人いましたし、おそらく今は静岡学園とかその全体的に高体連も、その A から D チームぐらいまで作って、そのアカデミーのようなシステムを作ってやってると思うんですよ。でもその、僕がいた当時はそんなのないんで、もう単純に A か B か。でもそれに入れない場合はもう残念だけどっていうような感じですね。まあ続ける人もいますけど、やはり途中で、まあ離脱していくものも多かったんですよね。一軍、二軍、三軍みたいなのあったんですよね。チームとしてはありましたね。でもそれで活動してたかと言われると、特にないです。ああ、二軍専用の大会に出るとかはなかった。当時はそういうのなかったですよね、ほとんど。ああ、まあ確かにそうか。最近になってですよね。あ、そうっすね。はい。で、3年全部やり、いや、やってません。僕は離脱しました。ここにいてもちょっと、プロになれないなと思ったので。はい。あ、じゃあやっぱプロになりたかったんですね。なりたかったです。そのプロになりたい夢っていうのは、小学校ぐらいから、はい。そうですよね。もうそれこそ、先ほどの森崎義之さんたちじゃないですけど、あの頃、やはり J リーグができて、やっぱり僕もサッカー見て、でも鹿島アントラーズがもう地元ですから。ああ、そうですね。サッカーの環境が一気にこう、できたっていう。それでもう、サッカー自分もやりたいってことになって、それでやって。アントラーズの試合初めて見に行ったのが、当時もアントラーズはヴェルディと二強の時代だったので、はい、それを初めて J リーグの観戦だったんですけど、はい、それを鹿島スタジアムで見てから、あ、もうこれはなるのはサッカー選手しかないんだと。へえ、それでね、静岡学園行くんですもんね。はい、いつ辞めたんですか、高校サッカーは。高校サッカーもそうですけど、高校自体僕辞めてるんですよ。え、マジっすか。高校時代。え、なんで。やっぱこれもちょっと教育システムとつながりがあるんですけど、僕はもうちょっと当時サッカーもうまくいかなくて、高校もやっぱり僕一人暮らししてたので、ちょっとこう大変だったという生活面も、これはちょっと持たないなと16歳ながら考えて、それだったらもう完全に環境を変えてしまいたいと思い、高校を辞める。それでまあ親には散々怒られましたけど、本当はまあ転入っていう手も良かったんですけど、今だったら例えば通信制サポートだったり単位制とかそういうのあるんですけど、当時そういうのほとんどないんですよ。なのでもう辞めるか続けるか。で、その続けるっていうのは僕はもう精神的にきつくなってしまったので、もうごめん辞めたいと。このままいても時間の無駄だし、辞めさせてくれよと。じゃあどうすんの、辞めてってことになって、今1年生で辞めちゃったら、他の高校行ったってまたやり直すことになる。いいの、年下の子と一緒でって言われて、それはやっと。じゃあ何を考えたかっていうと、高校卒業の認定の資格を取っちゃうと。高校辞めて、その後ちょっと横浜の方に来たんですけども、その資格の勉強も含めて。はい。で、ある横浜の、あと、ちっちゃいですけど、サッカーチームでやりながら。やってたんですけど、あ、もうこれじゃもうプロにはなれないなと。でもサッカーをやめようと。まあ、やめたんですよ。それで、やめたはいいんですけど、なんとなくこうサッカーに対するけじめがつかなくて、自分の中で。それで思ったのは、サッカー指導者になったら気持ちのけじめ整理つくかなと思ったんですよね。それを考えたのは23ぐらいの頃で、それで当時、日本サッカー協会が発行してる一番下の
キッズリーダーっていうやつを、はい。やってみようと。へぇ、で、やったんですよ。はい。で、それで、あ、こんな風にやって、あ、サッカーコーチになっていけるんだ。で、そこから、そうですね、それを取って、JFA の D 級ですか。D 級ライセンス、C 級ライセンスっていう風に取っていって、それをやって、じゃあ、けじめつくかなと思っちゃったら、逆にハマっちゃって、あそれで25歳の時に、もっと勉強したいなと。じゃあ、それで本場どこかって考えた時に思いついたのは、イギリスだったんです。へぇー。で、25でイギリス行くぞって決めたんですか？決めました。え、その25の段階では、日本サッカー協会の資格は何級持ってたんですか？はい、C 級持ってました。C 級持つ。はい。で、C 級持ってイングランドに、はい、行きました。当てはなく？全くないです。ゼロからさ。え、住むところもってことですか？住むところは、まあ、当時ちょっと友達がイギリスにいたので、ホストファミリーを紹介してもらう。はい、でも完全そうすれば24時間英語漬けの生活になるので。僕当時英語も全然喋れなかったので、英語の勉強とサッカー指導の勉強を2つやろう。で、向こうで仕事も当てもなく？仕事当てはないですね。え、向こう行ってこう、お邪魔しますって、お世話になりますってなるじゃないですか。はい、なります。で、どういう日々を繰り返しながら、はい、その次のそのサッカー指導者を仕事にするまで結びついてくるんですか？はい、それは最初は、まあ、ホストファミリーと生活しながら、英語学校に通い、そして、イングランドのいろいろクラブチームに、まあ、探してって、それで、まあ、最初は玉広みたいな形だったんですけど、まあ、僕、コーチ目指してるから、ちょっとやらせてくんないってことになって、で、向こうも、大体こう、顔見知りになってくると、ちょっとやってみろよ、みたいな感じになるんですよ。それで、ちょっと入れてもらいながら、で、今度、向こうのイングランドのサッカーコーチングライセンスを取りに行ったんですよ。はい、その時収入は？収入ないです。ないですよね。あの、日本で少し貯めてあったお金があったので、それを持って。持って。はい。顔見知りになると、お前ちょっとやってみろよって、こう、指導側に回させてくれるんですね。回してくれますね。それはもうヨーロッパのいいところかな。ああ、そうっすよね。はい、確かに、それいいな。で、ちょっとやらせてよって言って。最初はジュニアです、ね。ジュニア。はい。指導していけるって思ったんですか？そうですね、全然いけると思いましたね。ええー。まあ、そんなに遜色なくできたってことですよね。できましたね。あの、まだ言葉は当時は拙なかったですけど、それでも結構子供たちをコントロールできたので。そっから次のキャリアアップってのは？そっから次のキャリアアップは、まずその、コーチングライセンス的に、イングランドはその、レベル1っていうものがあるんですよ。はい。それがまあ、日本でいうとこの D 級に近いんですけれども、それを取って、まあその、グラスルーツ。まあ、日本では少年なんですけども、そういったクラブチームのコーチをちょっとやらせてもらいながら、次のレベル2っていうものが、日本で言えば C 級なんですけども、それを取りに行ったんですよ。で、それがあると、割とイングランドでは、グラスルーツ以上の指導が任せてもらえるってことになったので、そこのコーチングコースに入りながら、まあ他のコーチも来ますので、そこでちょっとこうネットワークを作って、FA レベル2をやりながら、まあ他のコーチのクラブにも練習を見させてもらって、そしてトレーニングをするっていう形でした。と、お金の話なんですけど。来た。お金。来ました。その、セミプロは、いくらもらってたんですか？セミプロですか？はい。セミプロの指導者として。これすみません。ちょっと僕もちょっと外国人っぽい癖があるんで、はい。逆にこう、いい質問来ると、相手に予想させちゃうんですよね。いくらぐらいだと思います？ああ。結構もつかないな。もう合コンで女子に、年いくつって来た時、何歳だと思うって聞かれてるような感が。当てますよ、じゃあ。どうぞ。400万。400ですか？400。年でですか？安すぎます？ゆうきさんみたいな考え方持った方が会長だって欲しかった。え？どんなもらえないですよ。400も？ 400 もいかないですよ。セッション級です。もう一回トレーニングをしたらもらえるっていうだけです。その一回のトレーニングにつき、まあ、いくらかっていうことでもらってました。え、その日払いどうですか？それはまとめていただきました。週休でもらいました。あ、週休。欧米は週休が主流ですので。じゃあ今週、5セッションやったから、はい。じゃあ、いくらみたいな。そうです。まさにそれです。あとは、トップチームの試合の僕が帯同してたので、まあ、トップチームが勝ったら、会長からボーナス、勝利給。契約書結ぶんですか？ないです。ああ。なかったです。あれは。セミプロは全部口でした。他のイタリア人コーチも口でした。なるほど。はい。それ覚えてるんですね、クラブ側はね。あ、覚えてくれてますね。
その辺はやっぱりこう、ラブ&ヘイトじゃないですけど、はい、よく仕事してくれてから大好きみたいな感じになるんですよ。で、逆に僕、キーパー指導してたので、ゴールキーパーが変なミスすると、逆にスタッフからも、お前指導で何やってんだよ、みたいな。言われたことありますか。で、ワンセッションいくらだったんですか。言うんですか、それ。言ってくださいよ。リアルに。50ユーロでした。で、まあ、6000円から7000円だったですね。じゃ、月給で言うと、大体平均としてはどれぐらいな。月給ですと、大体15万円ぐらいですかね。ああ。その情報チェックするっていうのは、はい、なんかその世界の情報が集約されてるようなプラットフォームがあるんですか？いや、そういうのはないんですけど、やはりサッカーコーチもいろいろ今ソーシャルメディア使いますから、まあこういうクラブでこの国でコーチが必要です、探していますっていうものも見かけるときありますし、まあ人づてで聞くときもありますし。ああ、はい。なんか世界各国のプラットフォームとか儲かりそうだな、なんか。英語ができれば。そうっすね、はい。それなんかいい気がする。タウンワークっていう名前のプラットフォーム使って。言葉変えるとインターネットって面白くて出てくると変わるんです。例えば日本語でサッカーコーチ募集とか求むとかってやれば当然日本語のものしか出ないじゃないですか。でもそれを英語でサッカーコーチ募集日本、それ英語ですよ。売ったらやっぱ英語で出るじゃないですか。ああ、そういうことか。ってなると、やっぱり日本のクラブとかで、コーチ探してますみたいなのを、英語でやっぱ探す人いるんですよ。へえ。まあ、話変わりますけど、本田圭佑選手って、どういうふうに見てます？どういうとこがすごいなとか、大したことねえなとか。本田圭佑さんはやっぱり、ブレないですよね。この言ったことに対して。ああ。何か大きなことを言うじゃないですか。で、当然批判も返ってくるんですけど、まあ、それで何か変えるってことはしないから。あ、これは確かに、欧米ではこのぐらいのメンタリティないとやっていけなかったよなっていうのが、僕は彼を見ながら納得はしてますけど。すげえリアル。内田さんが言うとすげえリアルっす。あ、そうですか。なんかサッカープレイヤーとしてはどうですか？その精神的な面でではなくて、技術だったり、フィジカルだったり、プレイ、まあプレイですね。まあやっぱ、合う合わないリーグはやっぱ出てしまうのかなとは思いましたね。で実際やはりあの、ミランに来られた時に、僕もイタリア人のコーチと一緒に仕事をしていたので、結構分断されてたんですよ。僕やっぱ日本人って分かると、その僕が働いたクラブチームのコーチたちが、ホンダいいよっていう人もいれば、ホンダな、なんであんなおっせんだよみたいなこと言う人もいたんですよ。で、結局ロシアから来たじゃないですか。はい。だからイタリア人でホンダさんをちょっとこう攻撃していた人たちは、ロシアからセリーはないだろうみたいな。ロシアリーグは遅いよと。うん、あ、そうなんですか。いや、僕はあんまりわかんないですけど、でも、うん、まあ確かに、ロシアリーグとイタリアを比べたら、イタリアの方がレベルは絶対上だと思うんですよ。ただ僕、イングランドでプレミアリーグずっと見てたので、いや、プレミアの方が全然早いよと。はい。イタリアの方がよっぽどがゆっくりだなと僕は思ってたんですけどね。イングランドで、まあ僕、昔20年前の記憶だと、はい、もう縦縦サッカーってイメージが。ですよね。はい。それは今でもしっかり残ってます。あ、そうですか。はい。あれも一つのオプションとしてまだやってるクラブ多いんですよ。あの、リバプールとか、アーセナルみたいなビッグクラブいたらもう違うんですけど、はい、やっぱ2部、3部、4部ってこう下がってくると、そういうサッカー未だにやってますよ。あ、そうですか。いや、僕、あの、本田圭佑さん、まあ、あんまこういうこと言うとあれなんですけど、全くうまさがわからなくて、だけど、いろんな代表監督が使うじゃないですか、必ず。はい。だその僕には全然わからない領域の話なんだなと思って、はい、で結構いろんな人に聞くんですよ、はい。この間もその羽生選手にも聞いたんですけど、はい、飲みの席で、はい。だから内田さんどう思ってんのかなと思って、いろいろ海外転々とされてるから、はい、だから、え、どこがうまい怒られるこんな。目立つって感じは確かに薄いですよね。ああ、プレーとして。ただやっぱりこう、見てるものとか、考えてることっていうのは、他の選手とちょっと違うのかなと思います。その、ピッチ上で。他の選手だったら、ここでアタッキングに行こうみたいな。早くこう、パスを回して前に進もうっていう時に、彼は、いや、ちょっと違うんじゃないかみたいな。ちょっとそこでスローダウンしてみたりとか。そういうことはちょっと、いつもなんか他の選手とは違う目線でゲームを見てる選手かなっていう印象はありますよね。だからまあ、彼ワールドカップで、点は取ってますもんね。そうですね。ああ、なるほど。まだちょっと謎は紐解けないですけど、本田選手の。でも結果出してますもんね。そうなんですよね。ミランに来た時も6試合連続で点取ってました、ね。
ちょっと本田選手の話はもうやめましょう。怒られる気がする。はい。まあ、元ボクサーじゃないですか。で、僕ね、実はそのサッカー始める前に、サッカーやるか、ボクシングやるかで、悩んでた時だったんですよ。マジっすか？本当です。これは作りじゃないです。ボクシングやってみたかったんですよ。ええー。ただ、親から、殴り合う仕事なんてやめろよって言われて、はい。でもな、なんかボクシングできたら、心も強くなりそうだなと思ったんですよね。なんだろう。いたずらに人をこう殴るんじゃなくて、自分は強いぞみたいな。だから、雰囲気が出るというか、そういうのが欲しかった。僕やっぱ子供の時に結構体も細かったんで、ちょっとなよなよっとしたんですけど、でも気持ちは強いみたいな。ちょっとこうアンバランスだったんですよ。なんでボクシングやったらそういうのが強くなるかなと思ったんで、けどやんなかったんですよ。でもその思いがまだあるんですけど、このぐらいの年になってボクシング始めると遅いですか？いや、そんなことないですよ。余裕でできる。だって38ですよね、はい。余裕ですよ。お、余裕ですか？余裕っす。プロになれます？いや、プロはね、年齢決まってるんですよ、あれ確か。そうなんです。何歳だかちょっと忘れちゃいましたけど、はい、確か35とかじゃないかな。あ、わかんない。もっとわかんないです。じゃあ、それまでにプロになれないものはもうなれないってことでしょ？なれない。あとはアマチュアでやるしか、親父ファイトってやつもあるんで。イレブンチャレンジというコーナーがありまして。はい。よく知ってます。知ってます、はい、よく知ってます。11秒以内に私にパンチが当たったらですね、はい、粗品プレゼントなんですけど、はい、今ちょっとプロテイン切れ起こしてまして、粗品がないんですけど、はい、まあ、そのうちビールがけしましょうみたいな感じ、緩い感じでもいいでしょうか。乾杯ビールがけ。はい。やりますか？もちろんです。わかりました。じゃあ、イレブンチャレンジ、どうぞ。この番組はですね、私がゲストの方をお招きしまして、はい、ゲストの方が次のゲストの方をご紹介いただく、はい、テレフォンショッキング形式を採用しております、はいはい、でいつの日か、まあ、タモリさんに会おうという野望がございます、はいはい、内田さんにもですね、ご友人を紹介していただきたいんですけれども、はい、どなたがおられますでしょうか。在日朝鮮人の方なんですけれども、元サッカー選手でソン・ミンチョルさんという方をご紹介したいと思います。でソンさんは僕がですね、タイにいた時に知り合ったんですよね。まあ、ソン・ミンチョルさんはインドの方でもうプロ選手としてプレーしてましたし、まあ、タイでもプレーしてたので、そこで知り合ったっていう形ですね、まあ、はい、本当にキャリア多彩でナショナルプレイヤーでもあったので、彼からも本当にインド話だったり、はい、タイ話だったり、はい、深い話が聞けるんじゃないかと思います。日本語はペラペラ？もちろんです。あ、よかったです。在日の方ですので日本語と韓国語ですね、もうペラペラですよ。安心しました。はい。大丈夫です。では、楽しみにしております。はい。では、内田さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。タモリチャレンジは、5つのラインで紹介ネットワークが広がっています。1つ目のラインは、山根さんのブルーライン。2つ目は、森崎さんのレッドライン。3つ目は、太郎さんのイエローライン。4つ目は、ニミちゃんのパープルライン。最後、5つ目は、オレンジラインの首藤さん。という具合にそれぞれのラインで紹介のラインが進んでいきます、果たしてどのラインがタモリさんまでたどり着くのでしょうか。皆さんも今後のタモリチャレンジをお楽しみにしてください。それでは皆さん、また次回にお会いしましょう。ありがとうございます。